おはようございます。はい、初めに私から一点申し上げます。米中の技術覇権争いが激化する中で、先月成立をいたしました中国の輸出管理法が12月1日から施行をされます。産業界からは米中をはじめとする我が国の主要貿易相手国による輸出管理の強化について懸念の声が上がっていると承知をしております。経済産業省としては引き続き中国輸出管理法の詳細などの把握に努めるとともに、積極的かつタイムリーに情報を発信してまいりたいと思っております。その上で本日は企業からの声を踏まえて産業界に対して経済産業省としての考えを3点お伝えをしたいと思います。第一に、企業各社において海外市場におけるビジネスが阻害されることのないよう万全の備えをしていただきたい。具体的には輸出管理の状況を踏まえつつ、自社のサプライチェーンのリスクについて精緻に把握するとともに、必要に応じて規制当局に許可申請を行っていただきたいということ。第二に、他国企業と同等の競争条件を確保することも重要であります。各国の輸出管理上求められている内容を超えて過度に萎縮していただく必要は全くありません。第三に、仮にサプライチェーンの分断が不当に求められるようなことがあれば、経済産業省は前面に立って支援をしてまいります。こうしたことを今後の産業界との対応の中でお伝えするとともに、企業からの生の声をお聞きしてまいりたいと思っております。産業界からも積極的に情報を提供いただきたいと思います。これらの取り組みや関係各との対話を通じて、日本企業の事業環境の維持向上に努めてまいりたいと考えております。私からは以上です。防備キャンペーンについてお伺いしたいんですが、このコロナ感染者数が拡大してですね、第三波の懸念が高まる中で、GoTo トラベルを継続してきたかどうかですとか、GoTo イート人数制限をするという話もありますけれども、所管の商店街でイベントがまだ始まって間もないんですが、このやり方の見直し等が非常になるのかどうか、大臣の現時点での認識を。GoTo イベントや GoTo 商店街事業においては、基本的な感染防止、感染拡大防止策として、業種別ガイドラインの徹底などを求めているところであります。これにより、感染拡大防止と需要喚起の両立を図ろうとしておりまして、現時点で見直す考えはございません。ただし、新型コロナウイルス感染症対策分科会では、医療提供体制に大きな支障が生じかねないステージ3の感染状況と判断された場合、イベント開催の見直しを行うべき旨の提言をいただいているところであります。両事業において都道府県がそうした状況にあると判断した場合には、要請をいただく仕組みとして、要請があれば当該都道府県で開催されるイベントを支援対象外とすることとしております。引き続き都道府県と連携しながら、その都道府県の状況を見ながら適切に対応してまいりたいと考えております。はい、あと今本当の輸出、これ企業の懸念高まって、中国がまだ対応を発表しているので、不透明だと思うんですけど、何か中国側に働きかけたりですね、これ、我々が知り得る情報であれば、しっかりと情報を得ていくということになると思いますし、今おっしゃったように、材木がまだ明らかじゃないということでして、こういった管理法が施行されるということで、懸念が起きているということで、お互い注意深くやっていきましょうねという注意喚起であると思っております。お会いいたします。どうぞ。宮崎中村です。GoTo の関連なんですけども、感染状況を注視するのが大前提だとは思うんですけど、産業補正で GoTo トラベルの延長なども議題化されてますが、イベントや商店街 の、 その延長だったり、こう気になるみたいな部分はどうかな。延長についてということですね。GoTo キャンペーンについては、関係する事業者や業界団体等からキャンペーン期間を延長してほしいという要望があることは承知をしております。経産省が担当している GoTo イベント、商店街のキャンペーン期間の延長については、今後の感染状況、
予算の執行状況などを踏まえて適切に対応してまいりたいと思っております。まだこの私どもの担当のイベントと商店街始まったばかりでありまして、まあ、商店街の方々は、大変続けてほしいという要望があることも、まあ、承知をしております。はい、まず GoTo の関係で、はい、GoTo イベント、商店街それぞれに関して、うん、で最初の登録状況、どれぐらいの数があるのかということと、うん、まあ、それに対する評価、大事な評価、まあ、問題も多いのか少ないのか、うん、といったところを教えてください。はい、GoTo イベントにつきましては10月26日からイベント主催者の募集を開始をしております。11月13日時点で493社から申請をいただき、そのうち351社の登録が完了したところであります。すでに開催されているイベントは一部にとどまりますが、テーマパークや音楽、演劇など幅広いイベントについてチケット販売が開始をされていると承知しております。また GoTo 商店街事業につきましては10月2日から募集を開始しており、2回目の締め切り10月19日ですけれども、これまでに181件の申請をいただいて、そのうち169件の事業を採択をしているところであります。まあ、採択された商店街イベントの事業は全国各地で順次実施をされているところでありまして、引き続き感染症対策を徹底しながら事業を進めてまいりたいと思っております。商店街については皆さんがやはり感染拡大ということをものすごく、まあ、気にされているということで、そのイベントが終わった後の捨てられたゴミの処理なんかも含めて十分に注意をしながら行っている例を聞いておりますし、まあ、そういった注意をしながら進めていくところを注視しながら、まあ、今後の対応をしてまいりたいと思っております。まあ、イベントにつきましても、まあ、人数の制限、またクラシックコンサートのような静かな環境でできるものはフルに入ってもらっても結構だということですし、まあ、そういった文化面での役割というのも大変大きなものだと思っておりますので、こういったことも含めて対応をして、まあ、実情を見ながら対応してまいりたいと思っております。はい、北海道新聞です。はい、最終処分場について言って、はい、人口とか、まあ、科学的特性マップなどですね、うん、で物理的に見ると最終処分場がどこにできてくるかというのは限られてくると思うんですけれども、うん、大臣はその最終処分場について、まあ、都市部ではなくですね、やっぱり地方が引き受ける案件だと考える、それとも都市部も含めてですね、最終になると考える、それについて。これ特性マップでその適地ということが出されておりますので、それは都市部であろうが、例えば地方の過疎地であろうが、まあ、同じ条件だと、まあ、思っております。ただ、まあ、そういったものも、ただその東京や大阪といった電力消費地において最終処分事業について高い関心を持つことが重要と考えておりまして、まあ、そういったことも含めてここでの説明会というのも何回かされているということであります。私何度も申しますけど、やっぱり現実にもう発生している使用済み燃料、これを処分することは国民全体の課題だと思っております。まあ、そういった中で理解を深めていく、そして事業を進めていくということだと思っております。ご理解をいただくということ、あと適正マップ、特性マップが全てだと思っております。はい、はい、昨日の APEC 閣僚会議が行われたわけでありますが、コロナ危機からの早期回復に向けて、自由で開かれた貿易、投資環境の維持、デジタル技術の利活用拡大と、信頼あるデータの流通円滑化を含む閣僚声明に合意をいたしました。3年ぶりに閣僚声明が採択されたことは大変大きな成果であると思っております。コロナ禍の中でやはり皆さんの意識も高まっているということだと思いますし、共通の認識の中でそういったものを国と国が協力をしながら連携をして進めていくということ、大変重要なことだと思いますし、閣僚宣言というのは大変大きな意義があると思っております。首脳会議では閣僚会議での
合意内容を踏まえた首脳声明を採択するとともに、2040年に向けた APEC ビジョンを合意できるように引き続き最終調整を進めてまいりたいと思っております。仙台の河北新報の山、はいはい、あと神奈川県バスに2号機の再稼働の関連のお伺いしたいんです、はいはい、先週の記者会見の場で、ね、近く知事とお会いになって正式に報告を受けるというような言及があったかと思うんですけれども、その日程なども含めて調整の方がいかがでしょうか。先週お電話をいただきました。そして、地元の感謝理解に感謝をしたいということで大変ありがたく思っておりますということで、あとは東北電力の安全最優先でやっていただきたいということを、皆さんにコメントしたと思いますけれども、近々おいでになるということは聞いておりますけれども、まだ今の時点でいつということは確定しておりません。他いかがですか。毎日新聞で、はい、冒頭の中国の輸出関係を考えて、はいはい、今もってその廃棄則が明らかになってないということで、その12月1日施行っていう、その中国のやり方そのものについて大臣はどういうふうに。本来であればこういうのは明確にした上で予見可能性を持った上で投資を呼び入れるということが本来の筋だと思いますけれども、米中摩擦の中でどういった形になっていくのかということで、多くの企業が懸念を持っているということであります。そういったものを例えば中国であろうがアメリカであろうが、私どもは日本の国の企業がその交易通商に障害を持つようであれば、それはしっかり経産省が前面に立って交渉をしていく、対応していくということになると思います。IWGA の木原と申します、はい、先日日本も署名した東アジア地域包括的経済連携 RCEP についてお伺いします、はい、RCEP は最大の経済大国がコロナ禍をいち早く乗り越え、主要国で唯一プラス成長している中国でございます、うん、で世界最大の市場でもあります、うん、で日本とオーストラリアが RCEP に入るということは、中国包囲網のための安全保障上の枠組みである、安倍前総理が唱えられたセキュリティダイヤモンド、あるいはクアッドの4カ国ですね、米国、日本、オーストラリア、インドのうち日本とオーストラリアの2カ国が中国を中心とする巨大自由貿易圏に入るということになりまして、米国とインドは別の道を行くということになります。一方で、日本と中国が経済的に接近し、他方で、米国と中国の覇権をめぐる対立に引きずられる形で、日本は、米国に追従していくと。こういうふうに、貿易圏と経済圏、経済的な権益と、安全保障の権益がずれていくということについてどうお考えでございましょうか。もはやその中国や日中の、デカップリング論というのはありえないのではないかというのがちょっと質問なんですけれども、中国に引きずられるということはないと思っております。中国が国際通商の通商のルールで初めて飲んだルールもあります。データの流通であるとか投資のルールであるとか、そういったものがもし守られなければ日本とオーストラリアのみならず ASEAN の国々もそれは中国を仮にですよ、仮にそういうことがあった場合には中国に対して抗議をすると思います。ですからこれルールベースの通商条約だということで、これらを守ることを大前提に署名をしているということであります。そういったことで私どもはこのルールを守るための最大限の努力をしていくということで、インドに関しましては昨年の11月までは RCEP に入るという前提で交渉をしておりましたけれども、国内事情により今の時点では入れないということであります。ただインドが今後手を挙げればいつでも入れるようなその閣僚の合意文書も作っておりますので、それはいつになってもいつでもウェルカムですよという形で我々はまたインドに対して説得をしていくということでもあります。あとインドの状況の改善のためのお手伝いをしていくということで、例えばその経済環境が悪ければ、それが環境が良くなるための努力ということですよね。例えばルールの整備であるとか、またインフラの整備であるとか、また産業競争力の強化であるとか、キャパビル能力の向上であるとか、そういったものも15カ国連携してしっかりお手伝いをしていきましょうということで、閣僚の合意文書というものもできております。他いかがでしょうか。
ください。お願いします。 NHK の方が冒頭に挙げられました中国の輸出管理の輸出規制の関係なんですが、はい、あの企業のこう生の声を聞いているとおっしゃいましたけども、はい、12月1日以降何かそういった場を設けるのか業界だったり通じてヒアリング強化していく、どういったどうこう困っていることを集約していく、これは個別にまたやっていくと思いますけれども、例えばあのアメリカの法令に対しても皆さんが懸念を持っていた時期もありました。これは国が働きかけて説明会、ウェブではありますけれども企業対象に説明会を開いていただいたということでありますから、そういうことも含めて個別の企業の懸念でも結構ですし、皆さんが多くの方が持っておられる懸念を解消するための努力を、最善の努力をしていくということであります。他よろしいですか。以上で終わります。ありがとうございました。